クロスビーエースということで、里崎智也成長日記ですね。ちょこちょこやってきましたけど、まあ、なんとか頑張れてます。その頑張りをですね、今日も、しっかり、見せていきたいなと思います。さあ、今、ゴールドランク1っすね。まあ、地道にちょこちょこやってるんです。家でもね。さあ、ザッキーチーム。やっぱりね、キーマンはね、ザッキーチームのキーマンの柱は、やっぱり B の秋山なんですよ。やっぱね、この B の秋山が活躍できるかどうかでね、試合が決まるって言っても過言じゃないぐらい、頑張ってほしいですね。吉田君のインコース待つ作戦。合わせるのが難しいな。何でも振る。何でも振っちゃう。ストレート合わせるの難しい。やっべ。緩急つけるね。インハイ待ち作戦や。こうへんのか。ああ、来た来たけど、もうその時は待ってない。そう、もうなんか俺の心理読まれてるやん、完全に。インハイ甘め。ああ、俺の技術がへこい。ワックン頼むよ。なんとかもう守備で頑張る、守備で。それから丁寧に。はい、いいよ。低めに投げとか打球上がらへんやろ。スピリットと見せかけてシュート。くー、簡単に打つ。カープで緩急。あ、ボール入りでいいよ。おお、いいね、いい関係つけてる。よし、ストレートと見せかけてスライダー。あっぶね。甘かった。来た、松井秀喜さん。低めのスピードこそ。ふゆ、いいよ、ボール球打ってゲッツーで、ゲッツーじゃない。ファーストゴロ。アウトカウントも間違えてるし。さあ、待ち行こうよ。久しぶりに熱を言いたいな。いい感じのところ行ったかと思ったら全然レフトフライだった。声出えへんかった。とんつまり。ええボーイ。よし、2敗待ち作戦や。いよいよもう待ち、絞って絞って、いい敗来い。インハイ待ち作戦。はい、いよ。インハイ待ってからの真ん中低め打つ。よし、アギアン、柱来た。チームの柱。よし、お前もインハイ待ち作戦や。インハイ来い。聞いた聞いた。インハイ待ち作戦、しっかりヒット。アギアン、さすが。つないだよ。おかわりくん、行け。よし、お前もインハイ待ち作戦や。柱が繋いでるからね。いいよ、1点きたー。ほら、やっぱ柱が繋いだらきつくるわ、点入るわ、マジで。小林繋がら、繋げろ。インハイ待ち作戦。インハイ待ってからの対応や。信用しきれず、インハイ来たのに今迷いが生じてる。もうよくわかんない、もうここまで来たら。あ、いい感じで打ったのに早かった。どんちゃい、やっぱり最後はインハイなのか。まあいい、まあいい。ツーアウトからよく1点取ったよ。つないだよ。変えよう。ここは。抑えるから。山崎、先に変えよう。
いい系統よ。監督の采配も当たってるよ。わへんですからね、期待していいと思いますよ。さあどんなピッチングを見せてくれるか。インコース待ってんじゃん。見せかけて落として、ほらボールか。審判カレーな。あー、フォアボール。ちょっとコントロール乱れてるよ。鈴木誠也、ツーシームで詰まらせてゲッツー。あら、微妙にコントロール悪いな、今日。超アンパンないと。さあ、ツーアウト。勝ちましたー。やっぱり、キーマンの秋山が頑張ってくれて。今日もやっぱヒーローは B の秋山やな。まあ、ツーアウトから第一、秋山がつないで、おかわり君が返すっていう、この6、7、8の下位打線、やっぱ支えてるのは、秋山っていうことで、しっかり勝ちました。いやー、よかったですね。何気に活躍するね、秋山も。でも、すっごいミートカラスちっちゃいけどね。もう、超絞っていくしかないもんね。いやー、よかったなー。やっぱ、3連打すると、調子上がってくるんですよね。じゃあ、あれしましょうか。ガチャガチャよく言うけど、これガチャじゃないんだよね。S ランク契約書っていうね、ガチャじゃないっていうね、コメント欄によく、それは里崎さん、ガチャじゃないよっていうコメント欄結構見ますけど、そうだね、ガチャじゃないで。ホームランダービーでもらった S ランク契約書を引きましょう。ね。まあ、今までもホームランバッターが欲しいって言えば、おかわり君が来るね。抑えおらへんねんなって言ったら、山崎康明。キャッチャーがね、来たら小林。ね。数々の予言をするとそれが来るっていうところでね、この S ランク契約書とか絶対だから S が当たるから、やっぱり今欲しいのはやっぱセンターっすよね。やっぱ S はやっぱりね、まあ、活躍するんですけどね、秋山 B の秋山も活躍するんですけど、まあセンターがね欲しいっていうところで引きましょう。さあ、まあ、S がね出るのは確定してるから、なんか楽な感じで見えますよね。さあ誰かな。木村、西武の木村。西武の木村ってセンター守れんのか。センターいいやな、守備。でも片 A だって。でもね、木村はね来年もっとバロメーター上がってる感じがするっす。まあ去年ね規定打席にギリギリ到達しなくて、多分今年もっと活躍するから、総力 A とかになってるかもしれないね来年で。もうちょっとパワーももうちょっと頑張れたらいけるから、ザッキー、今のザッキーチームではレギュラーになれないけど、来年に向けてそのすごい数値が上がる可能性もあるんで、これはいい補強ができたと思っておきましょう。センターは守れるけど、守らせれないっていうね。まあ、ところですかね。あとこれ、家で戦って、すっごい珍しく、もう一番、プロスピー人生の中で一番打って、終わった後、写メだけ撮っとこうと思って、写真撮った、この、成績これです。フォアボールからセンター前ヒットのホームランで、アウトでセンター前でツーベースで、しかも吉田正尚が2打席連続ホームランっていう、この1試合でホームラン3本打ったっていう、この奇跡的な、ヒットとかも結構多かったんですけど、奇跡的な爆発力。まあもう二度とこのような打ち方は見えなかったんですけど、これ何だったんだろうっていう、覚醒した試合証拠の写メです。まあ、これをですね、自信につけて、打てないザッキーチームのメンバーが、ね、奮起してくれることをね、期待したいと思うっす。まあ、今日こんな感じですね。でもまあ、アキアンね、活躍してくれたから、よかったっす。ナイスバッティング、アキアン。